やってます。ヤクタナイターカツのクロちゃんとです。バカヤツボクラです。キスマイフット2二階堂たかしです。クロちゃんです。岩崎亮太です。坂上茜です。矢吹奈子です。はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとごめんなさい、俺ちょっとね、変な感じになっちゃいましたけど、うん、いや、俺の分何なんそれ、くくりつけてない、ちょっと。あ、クロちゃん人形。クロちゃん人形ね、僕らから見える、ディレクターさんとミキサーさんの間に座らせてるっていう。座れてんのね。状態で。それをクロちゃんが、ほんま前に確認した時にちょっと笑っちゃって。そうですね。あ、それで。で、挨拶がおかしくなっちゃいました。そうです、すいません。エンディングみたいな感じになっちゃってすいませんでした。はい。本日は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。嘘でーす。エイプリルフールでした。まだまだ続きます。そりゃそうだろ、びっくり。やっぱりいないまで続きます。やってみましょう。そっち。はい、最後まで聞いてください。よろしくお願いします。クロちゃんです。岩崎亮太ですっていうことでしたけど、何ですか。クロちゃんですなんですよ。何、この度ですね、4月6日から放送開始のザ・ファブルっていうアニメがスタートするんですけど、そこでですね、私岩崎亮太、黒役なんですよ。黒ちゃん役。そっか、そういうことだ。わかりました、意味が。はい。どういうこと、どういうこと、ファブルっていう。そう、あのね、週刊ヤングマガジンで、はい、連載、しておりました、ザ・ファブルっていう、殺し屋。いや、あれめちゃくちゃ面白いよね。そうそうそう。あれ一回映画もね。なりましたね。そうそうそう。岡田准一さんで。あ、そう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 。殺さない殺し屋っていうね。もう、すごい一流の殺し屋で、ザ・ファブルって呼ばれてた、殺し屋がいるんですけど、それがちょっと一回その引退してというか、人を殺さないよりも普通の生活を送りたい、送るという、ようなね、内容なんですけども、それでそのなんか大阪が舞台なんですけど、大阪に来て、で、その、マグロ組っていう、極道のね、ところの、若頭のところの下で、ちょっと住ませてもらって、普通の生活を送るんですけれども、なんかこう、どうしてもそのなんか、極道の預かりなんで、なんかね、いざこざに巻き込まれていって、ファブルって佐藤明っていう主人公なんですけど、ファブルって呼ばれてるのが、で、そのファブルがどうしてもやっぱりこの普通に生活したいんですけど、どうしてもなんかこう巻き込まれて、プロの殺し屋の技を出してしまうとかね、そういうなんか結構ね、会話劇が面白い。いや、面白い。本当に。やつなんですけど、そのマグロ組の、この、若い衆で、黒潮っていう、やつがいるんですけど、はい。そいつの、声を私がちょっとね、別にその名前が黒なだけで、別に黒ちゃん関係ないね。関係ない。黒ちゃん関係ないです。なるほど。黒川さんは関係ないです。本名呼ばないで。でも今週からですか？そう、そうね。4月6日。6日の。今週の金曜日。そうです。これは、その漫画なの？漫画っていうか、元々アニメ？元々漫画。そう。で、この公開されるのは？あ、アニメです。アニメで。夜のアニメですね。へー。はい。なるほど。面白そう。じゃあ結構出てくるの？黒は。黒、出てきます。黒なんだっけ？黒潮亮っていうね。ええ、俺ちょっと無知でごめんなさい。この漫画を原作も読んでなかったんで。面白いっすよ。へえ。黒ちゃんも知ってる。見てますね。第2部が始まって。そう、でも2部もね、もう完結はしてるんですけど。あ、したんだあれ。そう。映画？漫画の方ね。あ、漫画の方ね。そうそうそう。でもね、登場人物みんな面白いんですよ。そんな感じです。そんな感じ。映画見てほしいです。映画もやって、その岡田さんが主演のやつ。そうです。いや、すごい、肉体がすごいよね、やっぱね、アクションが。すごいアクション。岡田さんもう本物でしょ、なんか。もうだって、そう、アクションスターみたいに。いろいろ習ってますからね。で、結構、自分でその、監修とかもしたりするでしょ、もう今、そのアクションに関して。ジャッキー・チェーンみたいな感じになってるよね。すごい。スタントいらずね。もうアイドルという感じじゃないよね。いい意味でね。スター。大スターになってますけども。それはもう、公開されて結構経ってんの？もう経ってる。何年経ってるか、映画の方が。ネットフリックスで見れるかな？見れますね、多分。え、なこちゃん見たことある？見ました。原作も知ってんの？原作はちょっと知らなかったんですけど、その映画から知って、平手ちゃんも出てたりし
だし、あと、うん、私インコが好きで、あインコが出るじゃないですか、うんね、インコ飼ってるね、そうなんですよ、うん、そうだから、うん、そこに惹かれて最初見ました。すごい、そこにインコから入ったんだ、はい、わこの作品インコ出るじゃんみたいな。極道がインコ飼ってんの、まあ、そうあの主人公のね、アキラが、そうなんだ、そうなんですよ。茜ちゃんは黙ってるけど。あ、いや見たことあります。あ、そう。はい、あみんな見てるんだ。映画で。うん、あいいよね。アニメも楽しみです。うん。一応妹っていうね、血縁関係じゃないんだけど、うん、妹ってファブルと一緒に住んでる子も強くて、うん、でまたちょっとギャルっぽくて、うん、ちょっとねお酒も強い感じも俺は好きなんだよね。ああ確かに。あの女優さん名前なんでしたっけ？名前なんだったっけ？名前は木村文乃さんか。あ、木村文乃さん。木村文乃さんだ。そうだそうだ。めちゃくちゃ強いんだよね、木村。めっちゃ強い。え、二階堂くん原作も見てたの？原作見てなかったです。あ、映画から入りました。なるほど。原作どんぐらい単行本って結構あるよね。全22巻、うん、それを別に読まなくても楽しめるんでしょ。あ、全然、まあ、あのアニメ見るには全然楽しめます。4月6日、はい、公開。どっちかそっち見た方がいいのかな、初めにアニメから入った方がいいか、その岡田准一さんの方を先にネットフリックスで見るか。まあでもどっちでも楽しめるとは思いますよ。黒潮役をやるにあたって、はい、イメージみたいのはその実写の方を見たりするの？見てないのそれは。あでもね、見ずに、あもう漫画のイメージだけで、原作のイメージ、原作のイメージだけできました。声いけるの？いけます。ここでちょっとどんな感じ？あでもここではどうやらまだね、セリフはですからね、確かに公開前ですから、あっぱれやってますって言えないの？ちょっとねどうだろうかな。なるほど、厳しいか、ね、じゃあ僕がやっときますね。はい、お願いします。あっぱれやってます。あ、うん、遠からず一番問題出ない感じ。それじゃ曲いきたいと思います。それではこの曲聴いてください。キズメウッド2でハートブリーカー。我が家つぼくらです。 MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。さあ、ここからリスナーの皆さんからメールいただいておりますので紹介していきましょう。まず最初は、はい、最初は千葉県ラジオネームルーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。やる月メンバーの皆さん、ご機嫌いかがですか？ご機嫌よ。唐突ですが、皆さんはメイクをする女性は好きですか？私は正直好きではないのですが、仕事中に素顔を晒すのはむしろ申し訳ない気がして簡単に塗ったり描いたりしています。でもメイクをすると崩れるのが気になって顔に触れないのが嫌なんです。お休みの日とかはほぼほぼしません。女性陣はお休みの日もメイクしますか？また男性陣は恋人や奥様になる人には家の中でもメイクしてほしい派ですか？俺はどっちでもいいし、そんな厚く塗ってのはなんか嫌だけど、でも極力薄めのあれだったらいいかな。まあ、しなくてもう全然。確かに俺もどっちでもいいな。したかったらしてもいいし、で最初の出会いがどっちかだよね。メイクしてるかしてない。すごいメイクしてて出会って撮った時に全然違ったら、ちょっとそれで冷めるかもしれないし、そういうのあるんだかもしれないし。なこちゃんでも何回かすっぴんを見てるよね。あかねちゃんも。私基本このそうよね。私も普通にすっぴんでも着てる時あります、ね。今日はバッチリ。今日はバッチリです。今日バッチリ。つけまもつけて。つけまもつけてね。あ、つけまなんだ。でもまあ、なこちゃんとあかねちゃんはそんな変わんないし、まあ基本そんな変わんないよね、女性も。自分がお前らは思ってるほど変わってないと思うんだよね。いきなりいい意味でつけたらなんとかなるわけじゃないの。いい意味でさ、お前らなんか化粧してさ綺麗になったと思ってるけど、もともと綺麗だぞお前らっていう。嬉しいのか嬉しくないのか。最後が嬉しいけどさ、ちょっとなんか王子様系のやつかな。なんかそう、なんかなんだろうな、逆に言うと普段そんなに、あの化粧してない人が結婚式だったりとか、ちょっとしたそのパーティーの時にちょっとドレッシーな感じで少し決めたメイクしてるとちょっとドキッとするかも。その逆もありますね。そっちの逆の方が俺はいいかな。そっちの逆が。私そっち派。なんで知らんよ。知らんよ。
そうそう、でもなんか逆のイメージでした。なんかみんなお風呂の お風呂上がりのそのすっぴんみたいなのが逆に好きみたいな人多かったから、俺そっちドキッとする。あ、やっぱそうなんだ。恋人同士になって、家に遊びに来て泊まったりして、そこで初めて、もうすっぴんになってっていうのちょっとドキッとする。特別感がある。あれは普段コンタクトだけど、家泊まってきて、お風呂上がって、メガネ、あれもうドキッとする。それもそれ、それはわかる。あれメガネ買いに行こうかな。毎日メイクしようかな。毎日しなくていいじゃない。決めるときにビシッと。そっち派ね。そっちでもいい。そっち派だから。うん。そっちはそのままで。うん。別にそんなに気にしないね。そうなんだ。クロちゃんは。クロちゃん。もうギャルメイク。もうギャルメイク好き。あ、ギャルやったね。やっぱしっかりバチッとしてってくれないと、嫌だけど、いや、家にいるときは、もう付き合ったりとかして家にいるときは、なんかその、俺んだけ見せてくれんだな、てんだなっていうすっぴんは好き。あ、けど、すっぴん好きなんだけど、やっぱある程度メイクはなるべくしてほしい。家の中でも。家の中でも。なんかそういう。だって家の中でちょっと密着するときにさ、なんかメイク、もう、バッチリしてたらさ、なんか顔と顔とか当たるの、なんか、気が引けない、いや、けど、それがいいんじゃない？なんか。ファンでつくの嫌じゃないですか？いや、全然つけてほしい。じゃあリップとかもですか？全然。だからやっぱそういう、なんかその夜とか、ね、そういう感じになった時には、バッチリしててくれた方が、俺は、そうなんだ。俺は興奮する。はぁ。興奮する。皆さん、クロちゃんのそっちの方が興奮するらしいです。はい。お願いします。バッチリお願いします。もうそこ興奮する。りょうたくんは？あ、でも俺もそんな別に、メイクに関しては、そこまで、気にせず。ね。なんか、そうね。なんか普段とやっぱちょっと一瞬違う方がいいなっていう、でも女性が気にしてること男性ってだからそんな気にしないんじゃないですか、なんか普段気にしてる子多いですよね。普段髪の毛結んでたりとかしてる人が下ろしたりとか吸ったりとか、下ろしてる人が急にちょっとアップにしてとかだと、お風呂上がりのヘアバンド、お風呂上がり好きだなお前。ヘアバンド。シチュエーション大事。シチュエーション大事。大丈夫かな。確かにね。可愛くなさそう。そうメイクして、おおってなる。あら声が出た。わおってなる。さっき声が出た。もう風呂入ってる時点で興奮してんじゃん。そうかもしれないかな。興奮するね。逆に女性はメイクする男性だっているでしょ今。それはどう？でも別にそんな私も気にしないけど、でも休みの日にバッチリしてたら、なんか自分が、なんか、女子力低いと思われてないかなみたいな。自分は休みの日とかあんましないから、なんかそう思われるんじゃないかっていう不安はありますよね。なるほど。美意識高すぎると。あかねちゃんは？多少は全然いいんですけど、ちょっとなんかもう、2.5 次元かなってぐらい目がギラギラだったりとかしたら、カラコンとかで、ちょっと目合わせるのびっくりしちゃうかもしれない。普段だったら。なるほどね。俺がデートの時に粉振ってきたらどう？粉？ここに頭の方全然、ウェルカム。俺結構ドラマとかでやらせてもらって、たまに粉振る。し、役的に粉振る時があって。役的に。で、その撮影が結構夕方とかに終わったりすると、そのままちょっと遊びに行きたくなるのよ。帽子かぶらずに。あ、今日は？今日は帽子かぶらずに堂々と歩けるんで。メイク、頭メイクしてるから。結構行ったりするよ、そうすると。はい、ということで、次のメール行きましょうか。はい、高知県ラジオネーム、にっこり蛍光隊さんからいただきました。ありがとうございます。昨晩見た夢が長編の超大作だったような気がするのですが、どうしても思い出せずもやもやしています。私は普段から夢をたくさん見るタイプではないのですが、皆さんは夢って覚えてるタイプですか？最近見た夢で覚えているものがあればぜひ教えてほしいです。お、俺これも名前出すと気持ちは別にしょうがないんだけど。最近見た夢。最近見た、ほんと一昨日ぐらい、ちょっともう朝起きて忘れられなくて。とある素敵な女優さんが腕の急に組んできて、チューしてくれたの。
なんそれはそれは好きな方なんで、結構もう好きだなってずっと思ってる。そっからなんか知んないけど朝来てその瞬間だけ覚えてるから、なんかそっからもう画像とか検索しちゃって。それまでは別に、うん、共演もないし、意識もあんましてない。意識もそんなしてなかったけど、なんかもう、ドリルにしてる。ちょっと好きかも。いやいや、今、俺好きかも。名前言っちゃうとね、あっち側にも迷惑かかるかもしれない。いやいや、別に言えたからいいですよ、別に。ちょっとやめときますけど。なんだ急に気づかない。最近は本当に、でもそう、でも全部は覚えてない、やっぱり。その、お安心ぐらいだよね、うん、夢ってその起きた瞬間にすぐメモするなり人に伝えるなりしないと忘れません、うん、忘れる、うん、もう1時間後ぐらいには忘れてます、うん、もうトイレ行った瞬間に忘れるもん。あ俺最近見た夢で、うん、ダウンタウンの浜田さんと、うん、食事してるんですよ、うん、結構鮮明に覚えてて、うん、でなんかその食事のメニューがなんかね四角い本当透明の器の中に、うん、見たことない食材が入ってて、うん、でなんか周りがゼリーで固められてるんですよ。おお、これ上から見たりもしてて、うんうん、これなんだろうと思って、でもその料理が乗ってるお盆みたいなのがあって、うん、そのお盆が回転するんですよ、うん、回転してなんか俺がこぼしそうになってガタガタンってなったんですよ、うん、で浜田さんに何してんねんこらって言われた。ちょっと強めのちょっとこんなやつ、だから謎だった。なんでだろう、なんだろう、うん、不思議だよね夢ってね。予知夢とか見ないですか。予知夢、予知夢、夢見たことが実際にある。ある、あの俺結構ありますよ。え、あれは何なの、デジャブみたいな。ああでもあるかも、なんかこれ見たことあるなみたいな光景が、ね、うん、あるある、出てくる時はあるけど、あれは予知夢とは関係ないの。でもデジャブとユチムって一緒？一緒なのかな。一緒なのかな。え、でもその岸川、ね、しっかり何か起きるってことですか、それ。そう。え、これ見たことあるみたいな。ってことはこの後こうなってみたいな。ね、その一瞬のワンシーンだけ。ああ、そうなる、そうなるっていうのね。2秒ぐらいでしょ。うん。そっから続くデジャブみたいにね。このラジオでも俺一回あった気がする。あ、なんか前言ってた気がする。うん。あった。結構あるのかな。うん、私この間、うん、白いウサギが出て、あ、ピンクだったかな、が、うん、ウサギが出てきて、うんうん、もう起きてすぐに夢占いで調べました。うん、夢占いウサギって調べたら結構いい夢だったっぽくて、そのウサギが出ると幸福が、うん、みたいな感じのこと書いてあって、うん、色によっても意味が違ったんですけど、うん、ピンクか白でその時調べたやつが一番いいやつでした。へー、いろんな、あったかな。まだなんじゃない、まだこれからかな、うん、これからかな。でも私結構夢占い調べちゃいます。あ、調べる、そうなんだね、そっか、何が出てきたら歯が抜ける夢とかあんま良くないらしいです。あ、言う、あ、言うね、その、誰々と喧嘩する夢は、あー、でもその人と逆に仲が良くなるかもしんないしとか、なんか結構逆にみたいな、そうなんですよ、腕組まれてチューされるやつ、欲求不満。夢占い。ストレート。それ、なこちゃんの感想でしょ。感想ですね。夢の中って早く走れなくないですか。早く走れない。早く走れないかも。ずっと水中歩いてるみたいなね。そう。走ろうと思ってるのに。でもその走ろうと思えるんだ。わかんない。でもなんか後ろ向きには走れません。え、わかんない。前は行かないけど。パンチとか弱いじゃん。パンチとか弱い。ふにゃふにゃ。そう。わかんない。覚えてないな。いや、俺、めっちゃ歯抜ける夢見んのよ。あ、やばい。めちゃくちゃ見るのよ。何考え込んでると思ったら。いや、なんか今言われて、いや、めっちゃ歯抜ける夢見て、けど、なんか、そういう時って、いや、絶対そんなことないって夢の中で、これも夢なんだって、何回も見てるから、多分思うみたいで、夢だ、起きようって言って、起きようとして、で、目が覚めることが多い。ああ、夢の中で夢って気づいて。夢だ、これ夢だ、夢だ、夢だ。それはあるかも、確かに。え、その夢の中で、その歯取れるときって痛いですか？痛くない、全然。ボロボロボロみたいな。全然、ボロボロボロって、本当に。何それ。夢占い的には。夢占い的に何？夢、あ、歯が抜ける夢は、心配事やトラブルの暗示。いや、ずっともう1年ぐらいそんなの続いてるよ。それはもう、スイダウのせいじゃない？歯が抜ける夢？え？いや、
怖っ。良くないことばっかり。なんか悪い時にはけどこれ夢だと思って起きようとして起きることが多いかな。気づけんのいいな。解除できんねや。そうなんか、うん、でも俺も気づける。結構、うん、気づきたくなかったこの間のは。え、気づいちゃったんですか。なんとなく気づいた。うわ。で起きちゃったんですか。うん、起きちゃった。うん、そういう時また寝ません。寝る。続き続き続き見よう。まだ間に合う。お前もあんじゃねえかよ。おい起きる前。違う違う。そういう夢じゃない。違う、まだ見たい夢ってあるじゃないですか。あ、続き気になるみたいな。はいはいはい、そういうのは寝ます。うん、okay、なんだ。あったな。一緒じゃないですよ。いいじゃないの恋したって。恥ずかしがんないで。続いてのメールいきましょうか。はい、はい、青森県ラジオネームなべこさんからいただきました。ありがとうございます。やる月メンバーの皆さんこんばんは。まあ、先日二階堂さんの YouTube チャンネルニカチャンネルを見ていたら、相方のポッチャシナさんが美味しそうなカレーを作っていて、うん、どうしてもカレーが食べたくなって次の日の夜ご飯をカレーにしました。うん、しかし私はカレーを作るのが苦手でいつもいまいちなのです。うん、味が決まらないと言いますが味が定まらないです。自分のカレーでうん美味しいと思ったことがありません。皆さんはどんなカレーが好みですか？具材やとろみ具合などこだわりや好きなカレーのポイントを教えてください。もう俺普通の本当にあの一般的に売ってるルーを買って、その中辛ぐらい買って、じゃがいものスーパーにあるじゃがいもと人参と玉ねぎがもう切れてるやつがあるの。ああ、もうカレーセットみたいなやつね。はい、そうそう。それに、を入れて、それでルーと混ぜて、で、ちょっと置いたところに、んで、別の鍋で、豚バラを、ちょっと火通して、はいはい、で、その火通したやつをすくって、そのカレーの方に入れて、はい、で、もう一回ちょっと火つけて、ひと煮立ちしたら食べる。うん、うん。それが一番うまい。うん、カレーですね。なんか、肉を最初に入れすぎちゃうとなんか嫌で、ギリギリで入れたい。それはこだわりなんですね。うん、バラがいい。バラ、豚バラがいい。バラ、バラ、航空カレー派。うん、塊の肉とかあんまり嫌だ。ちょっと大きめのゴロッとしたやつじゃない方がいい。カレーのこだわりか。私ちょっと変わってるカレーの作り方かもしれない。なんかまあ普通のカレー食べる時もあるんですけど、うん、なんかダイエットカレーを教えてもらって指原さんに、うん、でそれの作り方を教えてもらってそれをずっとやってるんですけど、うん、まず鶏ひき肉に塩コショウ振って、うん、まず焼きます、うん、その後にピーマンは1センチぐらいの大きさ、ピーマン1センチ角切りってこと？1センチのみじん切りみたいな感じの、みじん切りのちょっと大きめの感じ、うん、ちょっと食感も楽しめるぐらいの大きさにして、うん、あと人参、玉ねぎ、ぶなしめじを、ぶなしめじ、うん、全部みじん切りにして、うん、で特にぶなしめじを多めにして入れて、うん、炒めながらちょっとずつカレー粉、あ、カレー粉になってるやつ、SB のね、SB の、SB の、SB の、違うやつ、あ、違うじゃない、なんかカロリー 50% オフみたいなやつ、あ、それも、それをちょっとずつ入れて、でその後にもう玄米をそこに入れちゃうんですよ。おお、それは炊いた玄米、炊いた玄米をそのまま入れて、でまたそこにちょっとずつカレー粉足してって、味整えながら、いい感じになったらもう出来上がりです。キーマカレーみたいなことかな。ドライカレーっぽい感じかな、どっちかというと。ドライカレー。もっとルーが、もう水使ってないんで。あ、良さそうね、なんか。確かに。でも、すごい美味しいんですよ。へぇ、ヘルシーで美味しい。ルーとかじゃなく、そのカレー粉でやるパターンね。そう、もうご飯も混ぜちゃう。あ、いいんじゃない？確かに。うん。俺そんな作んないけど、作るとしたら俺も普通だな、多分。カレーのルーと、あと野菜は、玉ねぎ、人参、茄子。ナス入れるんだ。あとじゃがいもも入れるか。あとは、あとお肉はもうまちまち。鶏肉が結構多いかも。鶏肉ですね。とか普通か。でも結構とろみ強い方が好きかも。じゃあルー多めだ。ルー多め。で、ご飯に飽きたら、そばとかうどんで食べたいなと思ったら、めんつゆとか入れたりとか。めんつゆ、お蕎麦屋さんのカレー屋さんみたいになる。そういうことか。俺好きな。あれ美味しいですよね。黄色いカレーってどうやって作るの？お蕎麦屋さんとかにあるような黄色いカレー。ルーなのかな。一番好きなのが新潟のバスセンターのカレーなのよ。
有名なの。あ、有名ですよね。黄色っぽいの。有名。なんだ、うん。スパイスなのかな。ターメリックみたいな。なんなんだろう。蕎麦屋のやつが一番。蕎麦屋のカレー。蕎麦屋さんでカレー食べたことない。ない。ないです。まあいいよね。じゃあ麺つゆがちょっと多分入ってるんですよね。ちゃんと出汁というか。うん。りょうたくんは。りょうたくんなんかありそう。こだわりのカレー。スパイスとか入れてそう。いや、ない。一から作りそう。いや、俺自炊しないんで。あ、しないんです。あ、カレーもだ多分一人暮らし始めて最初の頃にはやったけど。なんか言いました？最低。え？やってそうじゃん、めちゃくちゃ。いや、最低。夏めぐ、夏めぐとか。そういうのね。言いそう。一通りなんかスパイス買い集めてね。やってる、やってる体でちょっと話してくれ。やってる体でね。やっぱあの、ローリエはやっぱ使えますよ。すごいね。すぐ出てくるな。おしゃれだ。ローリエ。スパイスからか。何種類ぐらい使うんですか？でも20はいきますよね。本格的。的な、うん、そうで、あのルーは、うん、あの市販のやつなんですけど、うん、2種類使うんですよ。うるせえ、うるせえ、2種類使って、うるせえ、こいついけるな、全然。そうですよね。ちょっとなんかあのソース入れたりとか、なんか隠し味とか入れ、うん、ホワイトチョコ。普通のチョコじゃなくて、普通のチョコじゃなくてホワイトチョコ。何が違うの？これがね、ちょっとクリーミーなね、ちょっと若干シチューに近づくんですけど、少しそれがなんかちょっとねコクがあって美味しいですよ。わあ、やってみよう。やってみよう。ぜひやってみよう。ちょっと気になるんだけどお腹空いてきました。特殊だよ。本気で美味しかったらどうしよう。それで。降りたらすごい。作んないんだね。作んないです。レトルトですもん。なるほど。あかねちゃんは？私も普通のも実家のなんかもうカレーって感じなんですけど、こだわりとしてはそのまあ人参、玉ねぎ、じゃがいもを入れるんですけど、ちょっと一口大サイズ、大きい大ぶりで切るのが好きで、で2日目とかになってくるとじゃがいもが溶けてどんどんトロトロになってくる、それもあるからちょっと大ぶりにカットしたいっていうのと、お肉好きの私がカレーにお肉を入れないんです。なんで入れないんだ。入れないんですよ。お肉の良さは消す。そう、なんで分かっちゃうんですか。なんで分かっちゃうの。お肉は肉だけで食べたいよね。そうなんです。だから実家に住んでた時はお肉を投入する前に一回お肉焼いて、私用のお肉をちょっとなんか焼肉の甘だれにして一回出してくれて、残りを家族のカレーに投入して。別皿なんや。別皿でお肉はお肉でカレーって食べました。なるほど。クロちゃんはする？カレー作り。俺カレー、おでんとか煮込むのは好きだけど、カレーはまだ挑戦してないね。次のメール行きましょうか。ないんだったらもういいっすね。ある時はクロちゃんめっちゃ喋ってくれるけど、ない時はもう全然グダグダとするから。グダグダってなんだ、ほんとに。そんなグダグダ煮込まないから、ほんとに。玉ねぎ好きなんでいっぱい入れてもらいますね、親にはね。ああ、玉ねぎ。美味しいですよね。こちらから以上です。ありがとうございました。メール以上です。メール以上。メール以上。はい。あ、俺えのきも入れてるわ。あ、ごめんなさい。えのき、えのきも入れてるわ。えのき、はい。というわけでございまして、皆様からのメールの方を、なんでそんな、どこ読んでるんですか。読みますよ、もうメールの宛先。もういい、やってここずっと。あ、はい。で、自分でそこまで行って、はい。どついたれ。じゃあ、どついてありますか。うん、ね。はい。じゃあ、今週のお便りここまでです。はい。メールの宛先を岩崎くんお願いします。はい。メールの宛先は、うまいことやれよ。はい。読みます。メールの宛先読みます。メールの宛先は、yarugtsu@mbs1179.com。やるげつ@mbs1179.com です。さあ、ここで一曲参りましょう。ちょい、いたるぜ。なんつってるい。どっついてるんすよ。なんですけれども、なんですけれども、さっきはね、ね、ザ・ファブル、ね、4月6日からって言いましたが、こっちもですね、なんと4月6日、7日、テンスライブがあるんですよ。ヒプロスマイクテンスライブ。おぉ、ございます。興味持てやったね。水飲んでなくなっちゃったじゃないの。サポートして。はい。チームでやってるんだよ。の味したから水飲みとかやってる。カレーの味になっちゃったからね。はい、聞いてください。ライブも行ったるい。ライブも行ったるね。行ったる行ったる。はい、ライブアニマからですね。マットトリガークマトリガークルー&ドツイタレ本部でパンイットアップ。
坂の上茜です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 あっぱれやってます。続いてはこちら、全員バラバラかぶっちゃいやよのコーナー。 My baby baby バラバラ、 My baby baby バラバラ。さあこのコーナーは、出されたお題に対し思いつくワードを6人で被らずバラバラの答えを出せばクリア、はい、3問連続クリアできたらやる月メンバーでお食事会開催、うん、しゃ失敗した場合はリセットされ1からやり直し、ちなみに3問連続クリアは週をまたいでも OK ということでございます、はいはい、まあ、ちょっと聞いてる方は気づかなかったと思うんですけどもね、ちょっとこっち側では押してしまいまして、少し時間の方が予定よりちょっとね、ちょっと押しましたね。もう全然始まらへんな。茜ちゃんが全然帰ってこなくて、うん、何してたんですか。ちょっとお手洗いの方に行ってたんですけど、西は長かったよね、うん、ピッてしないとここ入れないじゃないですか、出ちゃったらね一回ね、はい、うん、そのピを忘れてしまって、カードを忘れて取り行っちゃって、はい、置いたまま、はい、で、うん、幸いにも携帯を持っていたので、うん、グループ LINE に、うん、誰か開けてもらえますか全然俺気づかなくて、二階堂くんが途中で気づいて、ね、あれなんかあれ中根ちゃん遅いなって言ってたら、ね、この時間に LINE 来ることってあんま少ないからなんだろうと思って、うん、仕事かなと思ってみたら誰か開けてもらえませんどういうことごめんなさい、停止線結構パニックってましたびっくりした、カレー食いに行ったかと思って、カレー食べたここ道行ったのかと思って確かにドアも熱いしね、細くちょっと見えるじゃないですか、うん、あそこの細いところでずっと誰か誰かなんかノックとかすればよかったのに、ノックもノックしてて、コンコンコンして聞こえないか、そうか聞こえないんだドアがね分厚いんでね、なかなか、はい、すいませんでした。はい、まあね、過ぎちゃった時間取り戻せませんから、いやいや責任取るじゃない、ね、面白くやっていきましょう、そんな大して押してもないさあというわけでございまして、はい、持ち越しは貯金ゼロ、ゼロか、ゼロ、だって前回がリーチで、ね、終わればよかったで、そっか、あそっか、動画配信サービスの名前でもうリーチになって、あれすごかったな、将棋の駒でもまあまあ惜しかったんだよね、まあ惜しかった、そうだ、そうか、でも8人だもんね前回は、ね、うん、そうだ、リーチまで行ってるのがすごい、そう8人でリーチはすごいな、ね、よし行こう、よし、うん、さあじゃあまず一つ目のお題、はい、ラジオネームさよちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。サンリオキャラクター、最高、サンリオキャラクター、サンリオ、わっかんねえ、サンリオね、うん、キャラクター知ってはいるけど、私はもうこれで、まこちゃん詳しい、はい、この間もキティちゃんと一緒にちょっとお仕事させてもらって、あらら今ちょっとね普通に言っちゃったけど、その後歌っちゃう、全然言うたんや、その後何も言ってませんよみたいな顔して誰とも目合わせられない、主人公言ったけど、ね、主人公もうカードが1枚減ってしまう、まあ卒系のでもそれは、まあ、別に言ってもいいよ、主役は言ってもいいよ、誰か別にね、もちろん書きますが言わなければ、あの子なんだっけな、なんか黒くて、でも一個気をつけなきゃいけないんだよな、声でかっ、あちら子、そうそう、あの子、あの子のね名前結構危ないんだよな、危ない危ない、あちらもこの間初めて知って、なんか略し方だと結構間違って言ってる人が多いから、多分分かんないんじゃないですか、このもうそもそも知らないんじゃない、うん、そもそも知らなさそう、うん、だって総選挙、なん総選挙ね、なんだろう、総選挙毎年やってるから、ね、何言ったっけの、うん、りょうさくん詳しい、まあまあでもね、小さい頃も流行ってましたから、うん、どうね、サンリオなのかな、クロちゃんも詳しい、結構だって毎年サンリオの、あ、そっかそっか言ってたね、キャラクターはずっと応援してます、うん、うん、こんなような名前だった気がする、これは怪しい、行く、うん、行きますか、うん、行くよ、はい、俺から行くよ、じゃあ、はい、はい、キティちゃん、あ、おー、行った行ったね、ほんと行くよ、ね、行く、あえて行くよ、ほんまに大丈夫かな、うん、はい、さあ、なこちゃん、タキシードサム、あー、マジにそれ、はい、いる、元気ね、素晴らしい、で、クロちゃん行きましょう、はい、まあ僕はクロミちゃん、あー、クロミちゃんね、クロちゃんもね、すごいすごい、あかねちゃん、バツマルくん、あー、バツマルくん、バットバツマル、おー、いいですね、
ゆうたくん。はい。お猿のモン吉。おー、かわいい。サンリオ？サンリオ、サンリオ、サンリオかな？よし。さあ、二階堂さん。ガビロンみたいな。ちょっと待って。え？ちょっと待って、調べます。ガビロン。ガビロン？いや、いるかもしれない。サムしか知らない。サムキャラで。ガビロン。カビロンってなると思う。ガビロンサンリオっぽくないぞ。そうかな。サンリオっぽくないぞ。名前が可愛くない。さあ、正解か不正解か。あと何と、なんだ、ちょっと、じゃあ、あれだ。それだ。バツマルくん？バツマルくんだ。あ、黒いの出てたもんな。そう、とにかくなんか、濁点ついてた子いたバツマルね。全然もっといっぱいいたのに、マイメロとか、マイメロ。ケロッピとかもだって。そうそう。シナモロールでしょ、ケロッピ。ケロッピそうなんだ。ケロッピそうなの。ハンギョドンとか。ハンギョドン。ポムプリン？あれは、ターボーは？ターボーもそう。あ、そう。ターボー、ターボーぐらいしか知らなかった。キキララもそうだもんね。キキララもそうか。すげえ、全然わかんない。ガビロン。もうちょい反省してよ。ガビロンでした。ないっすよ。ないっすよ。濁点がついてた。ガビロン。それ、バツマルくんって黒い。黒い。ちょっと悪そうな。そう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 。そうそうそう。そうそうそうじゃなくて。そうそうそう。そうそう。あれ、なんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。これはマジでごめんなさい。じゃあ行きましょう、次。次、次。さあ、続いて、京都府ラジオネーム、つぶちゃん。ありがとうございます。つぶさん。部活動。あ、部活動。部活してないからわかんない。いや、わかんない。大概やるの。大概。行きましょうじゃ。大概やる。絶対やる部活。行きましょう。これ一つの学校でもあったらいいんですよね。うん、いいんだよ。はい。じゃあ俺王道行くよ。はい、どうぞ。どうぞ。どうしようかな。よし、これだ。部活動。これ絶対行けますよ。これまたどこであれやねんな。もう坪倉さんがクロちゃん人形ハマりすぎる。一人でさ、ずっとずっと遊んでる。足クロス、足クロス、それいいな。足の字、一人足の字やるよ。じゃあ王道といった二階堂くん行きましょうか。行きます。二階堂くん、はい。なんだろう、サッカー部。あー、サッカーだ。野球かと思った。俺も野球かと思った。俺も野球。さあ、ゆうたくん。はい、新聞部。いいね。この間言いましたからね。新聞部。じゃあ、坪倉いきます。ハンドボール部。ああ、ずらしましたね。ずらしました。ずらした。さあ、かねちゃん。バトントワリング部。わあ、バトン部でした。なんかすごいっすよ。クロちゃん。合唱部。合唱部ですね。はい。さあ、なこちゃん。花池部。何それ。あるんですよ、あるんですよ。これこの間ちょっとやったんですよ。池原じゃなくて花池部。花池部なのよ。あー、どこで。私、なこちゃんの学校だったのじゃないんですけど、前に聞いて、花池部で部活活動してますっていうこのメール読んだことあって。すごい、もうなこちゃん出すときドヤ顔だったもんね。これあるでしょ。あったんだから。ありました。あったんだから、あったんだよ。あったんだもんね。あったんだから。スタッフがザワザワしてる。あったんだから。あったの、あったの。局で聞いてるんだから。なこちゃんがあったって言ってんだから。おいしい。花池部。花池部。花池部。かっこいいですよね、花池部。かっこいい。池花部じゃないんだ。花池部ね。花を池る部活ですってことか。さあ、よっしゃ、一問クリア。オッケー。よしでいこう。続いてのテーマこちら。福岡県ラジオネーム、雨女さん、プロ野球12球団。はい。はい。フルネーム？わかる、わかればいいと。ちょっと待ってよ、これはでも読みやな。ちょっと12だから。うん。結構ある。全部わかるけど、かぶりが怖いな。私も怖いな。でもね、10人やから半分。うん、半分。出身とか考えていこうよ。ええー、あ、まあね、なるべく。え、待ってください。今やってる大谷翔平さんのチームもそれに入ってる。あ、それはメジャーで。日本、日本メジャーですか。日本だけ。12球団ですか、プロ、日本の。二階堂、日本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 。ほら、ね、セリーグ、パリーグ。ベタでいいよ、ベタでいいよ。うん。ベタでいける、二階堂。ベタでいいのね。うん。本当？俺ちょっと、俺ちょっと外そうかな。ちょっと確かに、外しといた方が良さそうな感じしますよ。外すって言っても、まあまあ、ある程度。ちょっと待ってよ。あ、でもこれ外したらちょっと自分たちのね。よし。大丈夫でしょ？ちょっと待って。さすがにかぶらないでしょ、これは。かぶらないでしょ。うん。じゃあかぶらないでしょと言った、くるちゃんからいきましょう。うん。私、やはり、カープ。あ、さすが、そうです。くるちゃんはカープ。はい。なこちゃん。ヤクルト。
おお、ヤクルト行ったんだ。ホークスかと思ったけど、うん、うん、そう、ホークス行くかなと思ったけど、まあちょっとヤクルト、ヤクルトにします。わかりました。アカネちゃん行きましょう。はい、千葉ロッテマリーンズ。おお、ロッテ、千葉ロッテマリーンズ。りょうたくん行きましょう。はい、阪神タイガース。おお、まあ、おお、来てるね。行きました。坪倉、中日ドラゴンズ。おお、おっと、いいですよ。二階堂、ジャイアンツ。よっしゃ、リーチ、いいね、リーチ、リーチ聞いてるか、リーチ聞いてる、リーチ特別にお前も食事会来ていいからな。いや待って、ちょっとややこしくなるじゃん。俺が来ていいよ。さあさあ来た、リーチ来たぞ。マジ行ったよ、これ行ったよね。ちょっと今日行きたいですね、いい調子。栃木県ラジオネームガリガリガリコさん。ここに来て、このタイミングでやめちゃおう。ちょっと集中だから。文字見えてた。え、文字出てたの。文字見えてた。文字見えてたの。本当だ、本当だ。凝視しとったから。さあ、山がつく都道府県。うわわ、いいね。山がつく都道府県。山がつく都道府県。ああ、そういうことね。山、2つ、3つしか思い浮かばん。文字に山が入ってたらいいの。ちゃんと山っていう日じゃない。山の何山とかじゃなくて、何山でもいいんだよ。あ、どっちも。はい、その辺と作りの中に山が入ってる。先とかはダメ。あ、山、辺とかじゃなくて、それは山、それはわかんだろ。え、何個あるんですか、ちなみに。ぴったり 6? え、何があるかも教えてくれない。そりゃそうだ。え、待って待って、今思い出そう。あ、あった、あった、4つだ。結構あるよ、結構あるって。5個しかで、5個、あと1個なんだろ。全然出てこん。あれ、いや俺もういいや、これにしよう。もうしょうがないよ、これ6個しかないから。うん、間違いのだけやめようね。うん、そうね、あるの書こう。ニカさん書いた。書きました。お、これは出なさそう。ニカは多分あれだな。うん、あれな気がする。うん、あれな気がする。あれなんだよな。え、待って、じゃあ俺それにする、多分違うよ、みんなと思ってるのと。え、ほんと。でもなんかそれも怖いんだよな。多分みんなと思ってるのと違うと思う。じゃあ思ってるにして。うん、それでかぶ、それでかぶっても知らないよ、怒らないでね。はい、私それは避けたつもりだった。怒ってる、いつも。いやいや、なんでそんな怯えてんの。いやいや、もうそのまま行こう、そのまま行こう。はい、いいよ。うん、オッケー。いや、もうじゃあ俺これ行こう。みんな書いた。はい、みんな6個思い浮かんでる。5個。俺も5個。3、4人5個。たかしは俺に。え、ちょっと待って、誰も思いついてへんやつなんちゃうか。存在感ないやつなんですか。みんなが俺が書こうと思ってるものを言っていいよ。え、なるほどね。うん、みんなが俺がこれ書くだろうと思ってるものじゃないから。それ行かないといけないってことね。じゃあ俺それ行くわ。そう。あ、じゃあ。うん、だからなんですよ。え、でもこれは、でもこれマジで、これもう本当に行こう、これ。じゃあこっち行ってるかな、もしかしたら。あ、これ剣まで書かないといけない。いや、もういいです、いいです、そうだけで。でもあと1個なんだっけな。あと1個なんだろう。1個だけ見つからないんだよね。まあ、やろう、行こうか、やってみよう。はい、じゃあ、りょうたくん。はい、和歌山県。おお、和歌山。確かに山あった。確かに、そうだった、そうだった、そうだった。あんまりみんな分からへんかなと思って。はいはい、俺、まあいいや。さあ、あかりちゃん。富山。富山、ナイス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 、おぉ、よし、おぉ、俺は二階が行くと思ったの。でしょ、あ、そこ行くと思ったんだ。で、俺は富山からこれに変えた。おぉ、すごい、よぉ、よし、3人、2人。さあ、クロちゃん。岡山、よっしゃ、おぉ、すごい、よっしゃ、岡山だ。俺、岡山なんだ。思い出せなかったの。クロちゃんは岡山行くと思った。あれ、ちょっと待って。岡山だ、よっしゃ、来た。簡単だと思ってたから、それを高志が書くと思った、書かないってだから、そっちが書いてると思ってたの。だってもう山って言ったら、まず最初にまずもうあと1個残ってるんだよね。だからレイニカね。さあ、二階堂くん、頼む、頼む。
岡山。なんで？なんで？一番簡単なやつ山口あ、じゃあ岡山が出なかった。私逆に俺も岡山出なかった。和歌山が出なかった。俺和歌山。ああ和歌山。そう和歌山はね、近畿はねみんなわかる。近畿の人はわかるけど桃太郎か。はあ惜しい。いやー湧いたね。湧いた湧いたね。これはしょうがないよ。いいでも6個しかないからしょうがないけど、惜しかったね。いやよかった。ちょっともしかしたらこれビンゴあるかもなっつってスタッフさん動画回すかもと思って、ペットボトルのメーカー一回下に下げました。はいよ。これ行ったのもったいない。山口ね。山口が一番簡単だったから避けたんだよね。いやいい問題ですね。いい問題でした。惜しかった。惜しかった。6しかないのにここまで一緒に、ね、すごいですね。すごいけど惜しかったな本当に。行きたかったな、ね、ご飯。マジクロちゃん岡山出した時に絶対行けると思ったもん、うんうん、絶対。でも俺よかった、山梨からね。確かによかったね、うん、だからもうみんな思ってることは伝わったっていう。うん、絶対山梨書くんだろうなってみんな思ってるから。ね、山梨だったんだ。もうちょいやね。でもキャンプとか、一人キャンプとか行くから。ね、あー悔しいな、でも。ゼロか。いや、気持ちいい悔し方でしたね。悔しかった。悔しかった。気持ちいい悔し方ね。新しいところでしたね。まあ、あります、まだ。まだ、あくまでしょ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。残して金、貯金。貯金で終わろう。はい。あと、まあいいや、とりあえず。ラジオネームリカさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。キスマイの曲。これあるぞ。いっぱいあるぞ。でもライブとかここでも聞いてますしね。うんうん、すぐかける。もうすぐ行こう。もうみんな王道行って。王道もクソもねえだろ。あるだろバカ野郎。王道。あるだろバカ野郎。俺どうしようかな。逆に迷うな。いやみんなどこ行くんだろう。書いちゃったからもう遊ぼう。クロちゃん人形で。うん、めっちゃ遊んでくれる。うん、ちょこちょこちょこピー。あれはかぶりそう。どう疲れた。ちょっと待って。なんか寝てるのかちょっと。なくなってるかどっちかはっきりして。はい。書きましたか皆さん。はい。はい、さあ。あ間違えた、俺字間違えちゃった。ふざけてたら。遊んでるからでしょう。すいません。はい。じゃあ、ニカさんからいきましょう、これは。ね。はい、いきます。AAO。あー。AAO。はい。なるほど。あれ、こう、ポーズやってたやつですけど、それって。うん。うん。こうやってグーッと決まる。あ、それはサンキューじゃん。ああ、サンキューじゃんか。サンキューじゃんね。最後、車で帰りながら、俺、サンキューじゃん。バイバイするときもサンキューじゃん。めっちゃ楽しんでる。思い出すな。じゃあ、りょうたくんいきましょう。はい。カモノバ。今の曲なんだね。今の曲ね。旬な。つぼくらいきます。はい。ともに。ああ、そうね。そう、よかった、かかんで。はい。最初、まあ、なんか、クロちゃん人形とかで遊んでて、すぐ帰ったと思って、出す前に見たら、とてもって書いてある。やめてよ。びっくりした。さあ、あかねちゃん。シーハーハー。シーハーハー。いいよいいよ。クロちゃん。あれ元気ないぞ。あかねちゃん。なこちゃん。さくらひらり。すごい。おお。私が前に、ひらひらみたいな曲って言って、その時教えてもらった。アルバムの曲だ。はい。さあ、クロちゃん。はい。シェイクアップ。シェイクアップ。シェイクアップ。違います。一番シェキシェキベイビーだったっけ。シェイクイットアップ。イットがいいんだ。イットがいいんだ。だもうこれ2回どころで気づかなかったな。うん、みたいな。そんな曲早かったな。みたいな。バカリアマ価格に高いね。これ2回の人が違うっていうのがもう完全に違いますよね。違います。スタッフさん調べるまでもない。いやちょっと調べてみて。いや違うよ。もしかしたらそれで正式名称こっちでないない。シェイクイットアップがもしかしたら、カッコかも。無視されてる。ねえ。ごめんなさいね、俺曲系とか苦手なの。
もっと王道な方行けばよかった。今日の1曲目ハートブレーカーだったやん。そう。それでよかったよ。デビュー曲とかエビバディゴーとか、うん、いやなんか自分の中でやっぱ AKB と一緒にやってた時のあの分の曲をやっぱ覚えてるから、ね、覚えてないじゃん。ごめんなさい。それは怒るよね。二階堂くん、2年近くもさ一緒にやってきてさ、けど、キスマイの曲知らないって、うん、じゃあ知ってたのけどなんかちょっと変わったところとか出したかったの。あ、なんで笑ったらもっとさアルバムのコアな曲言ってよ。そしたらそうね、うん、ちょっと次までにしっかりやっときます、うん、これマジね。あ、ごめんなさい。怖いんだけど。まだあります？いける？いける？お願いします。お願いします。お願いします。はい、神奈川県ラジオネーム彦さん。ひらがなの50音のうちの一文字。いや絶対頼まないよ。こんなの余裕や。こんなの余裕じゃん。余裕余裕だよ。余裕よ。舐めまくってますね。うん、はいはい、かけた。絶対かぶんない。こういうの考えない方がいいのかな。いや、かぶんないっしょ。絶対かぶんない、うん、こういうの考えない方がいいのかもな。絶対かぶんないよ。うん、よし、かぶったら髪の毛2本抜く。もう日本やったらいいか。坪倉さんには貴重ですね。言ったら波平みたいに言うな俺を。さあ二階堂くん行きましょう。行きます。ぬぬぬきた。はい、りゅうたくん。いいいい、うん、あかねちゃん。ととお、うん、くろちゃん。ぬ、ね、奇跡じゃん。これ逆にすごくない。なこちゃん。ま、僕つ。だいたい自分の名前のね、なんかな入れれば、うん、かまどね。いや、ぬぬかぶり。ぬでかぶるか。まあまあまあ、でもまあクロちゃんのせいみたいになってるけど、まあ二階堂くんもかぶってるから、ね、順番の問題だけでやってね。これ二階堂くん最後にしてたらパーってなってるからね。二階堂くん、しょうがない、もうしょうがない。切り替えていこう。変な動き、変な動きしてすいませんでした。すみません。次行こう。もうない。もうない。次あるでしょ。あ、じゃあ僕が考えてるのがある。あ？お、ある。田中という名字の有名人。田中で始まる。有名人、野球選手でもサッカー選手でも誰でも、芸能人でも芸人でもミュージシャンでも誰でもいい。はい。田中という名字の、まあそこそこいる。田中という名字の有名人。有名人。フルネームってことですよね。フルネームとかも分かればいい。その人っていうのが、人が、うん、これやってる田中さんでもいいってことですか。んこれをやっている田中さん、うん、そう、あ、違う違う、それでももっと分かる。例えばサッカーチームだったらどこどこの田中選手とか、うん、うん、グループ名。俺はでももういけるやろ。有名人ってことよね。有名人。じゃあクロちゃんからいこうか。はいはい、クロちゃん。田中角栄。おお、はい、もうかぶりたくないんだよ。なこちゃん。田中美久。ああ、それだね。ミクリン。まあ、ミクリン。ミクリン。ミクリンね。あかねちゃん。田中哲司さん。おお、俳優の。りょうたくん。はい。ココリコ田中さん。おお、いいですね。二階堂くん。田中みなみさん。おお、確かに。田中みなみさん。坪倉。うん。田中真紀子。おお、やった。おお、よし、オッケー。娘さん、あの、タクイ出た時びっくりした、ちょっと。もう、やりました。よっしゃー、プライチ1貯金で終わった。1貯金、よし、うん、よっしゃ、なんとか。よかった、いい問題でしたね。よしよしよし、いい問題になるね。東京都の坪倉さん、いいね、いいね。東京都ね、ありがとうございました。ありがとうございます。来週、ね、貯金1で、はい、いけるということで。久々の貯金の気がする。ね、よし、やっぱね、揃って終わりたいですよね。確かに。ぬはないよな、でも。ぬはちょっと衝撃。ちょっとね。いや、なんか、みんながすごい不思議な空気になってるね。そう、そこは逆に。50音で被る、うん、ね。50はって。あんだけ言っといてね。うん。すいません。さあ、というわけでございまして、曲いけるのかな、今日は。いけますね。というわけでございまして、皆様も、ぜひ、こんなお題、ギリギリかぶりかぶらなそうなお題、いい感じのお題待ってますんで、ぜひ、メールの方、届けてください。よろしくお願いします。あかねちゃん、アドレスの方お願いします。はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com、 やるげつ @mbs1179.com です。以上、全員バラバラかぶっちゃいやのコーナーでした。
4月ということで曲をちょっと変えてお届けしたいと思います。それでは聞いてください。 HKT48 で桜みんなで食べた。矢吹奈子です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 あっぱれやってます。聞いてね。さあここでエンディングでございます。はい、ということでちょっとメール来てますんで読みましょうか。はい、京都府の美智子さん、ありがとうございます。先日ブルースカイの方で岩崎さんが酔ってらっしゃいましたが、いかほど飲まれたのでしょうか。皆さんはお酒は強い方ですか、どんな酔い方しちゃいますか、ということでございます。で、何ブルースカイって。まあ、X みたいなアプリで、また別のやつなんですけど、動画で、普通に酔いましたっていうような。なるほどなるほど。でどんな感じで、どのぐらい飲んで、あれでもどんくらい、でもなんか飲んだ回数的にはまあでも生5杯ぐらいかな。ジョッキですか。ジョッキで。でも酔いましたって嘘ってことはそんなに酔ってないよね。確かに多分ね。まあ意識はある。意識は意識はある。帰りやったんで。皆さんは、強い方ですか、どんな酔い方しちゃいますか。あかねちゃんはなんか明るくなってたイメージあるな。確かに。まあずっと明るいけど、普段からさらに明るくなる感じ。とにかく明るい、ね。顔赤くなって明るくなってた。でもただの酔っ払いみたいな。陽気な酔っ払い。嫌な酔っ払いじゃない。二階堂くんはなんだろうな。どう？俺が見てる時は別に変な感じじゃない。普通結構。顔と思う。あ、でも眠くなったら急に帰るか。帰る。すぐ帰る。お店で絶対寝たくないから。ちょっとでも。俺最近、結構記憶がなくなることが多い。楽しい時ほど。楽しい時ほど。ほど覚えてないのよ。あら。結構そっちでいいと思う。進むんすか？うん？酒進む。楽しいとね。楽しいメンバーと飲んでると、なんかね、確かに酔っ払って気を次の日ないのよ。私も曖昧な時あります。そう。この間、記憶曖昧なんですけど、なんか元気だなって言われてて、それに対して私が、ネガティブネガティブって言ってたらしいです。ギャグだ。ギャグだね。ちっちゃいことを気にするよ。ネガティブネガティブじゃん。すごい元気にネガティブって言ってたらしいです。いいな、楽しそう。私どうなんだろう。でもあんま変わんないかもな。あんまり変わんないかも。なんか酔ってる人とか見ると、なんか、なんか、聞きはしないんですけど、なんか、私はしっかりしないと思って、気持ちになっちゃう。わかる。俺も最初に誰かが結構酔ってたら、酔わないかも。ああ。わかる。クロちゃんは？俺強いけど、酔うと、いや、本当に酔うと、まず酔って、ってるかどうか確認したくなって3点倒立して、それで酔ってます。で、こけたら、ああ、酔ってんだなと思って、で、大体だけど一緒に飲んでくれてありがとうって大体泣いてるね。泣き上手。よく泣く。一緒に飲んでくれてありがとう。なんか、悲しきモンスターだね。優しいモンスターって言えよ。いや、人間いいよ、まあ。どんぐらい長くて飲みます？その、時間？時間とか。時間結構次の日次第だけど、何もなければずっと結構飲んでるかも。ゆっくり。40超えてから朝まではなくなったかな。朝まではもう無理ですね。ちょっともう日が入ってくるのがきつくて、それだと虚しくなるから。気持ち的な問題で。体力じゃなくて。途中で寝ちゃうかもね、俺も寝る。眠くなるな。寝ちゃう。まあ確かにね。まあまあ皆さん、お酒はほどほどにということでございます。まだ MC じゃないんで。はい、というわけでございまして、エンディングの挨拶。はい。埼玉県ちいちゃまさん。ありがとうございます。あ、これみんな、前回、やってないか。朝起きたら、やる月メンバーの誰かと入れ替わってた感じでお願いします。え？誰かのモノマネしてもやったよね。ああ、朝起きたら、朝起きたら誰か、もう誰か自分で選んでいいよ。これもかぶっちゃえよみたいな感じ？確かに、じゃあこれ順番が大事だ。順番。じゃあこれもう別に、ここは普通に行こうか。はい。じゃあここで終わりですっていうのはもう普通に言う？はい、言って、なった人がその人の名前を言うってこと？なった、いや別にクロちゃんから誰でもいいから、朝起きたら
違う人になってた感じで演じてくれば、僕から言うんですね。はい、というわけでございまして今週はここまでです。お相手は矢吹奈子と違う ご情報それはもうクロちゃんが朝起きてナコちゃんになってたらどんな感じで喋るかなっていうことです。ああそういうことね、うん、あ、なったふりして喋るってことで自分のね、うん、ふりっていうか、うん、あれみたいな、いやバカじゃない、頭ちょっと悪いだけ、行きましょう行きますせーみたいな感じで行きますせー。はい、というわけでございまして今週ここまでです。お相手はパワーやった大作活のパワークロちゃんとサオキンってのテンションじゃあーおかよ携帯あれあれ何、誰も携帯の中に友達の連絡先がない。誰だ誰だ、坂野彩香ね坂野彩香ねつぼくらと坂野彩香ねことつぼくらとことあー隣に道がいない、避難シーンキスマイフットツ2階の音音誰やなこちゃんかつあーあれなんか枕に毛が大量に岩崎亮太郎めっちゃ可愛くなってる坂上茜となこちゃんの子ですよね、なこちゃんですからね。あー今日もちょっと朝からお酒が飲みたいなあ。俺かあ、バラエティ番組見ながらちょっと飲むか矢吹奈子でしたさよならさよなら。まあ誰が誰が大体わかるでしょう、うん、あっぱれ稲見1名様やってます。あっぱれ月曜の皆さんお疲れ様でした。こんばんは、稲見杏樹です。さあ今回であっぱれ稲見が放送6周年、すごいよ6年生6年生嬉しいね。果たして中学1年生まで上がれるのかマジわかんないからな、本当に。いやすごいことですね。314回放送でございますけれども、今日は4月1日をもちまして6周年ということで、歴史が深すぎやせんかというちょっと驚きを隠せないですよねっていう話で持ちきりだった今すごくないですか。やっぱりこうあっぱれ稲見の帯帯でね、あの皆さんいろいろやられてると思うんですけど、あのたった一人で15分6年経ちました。でもね、2名様になったりする時もありますからね、有野さんが来てくれたりとか、あのすごく嬉しいです本当に。そういうあの幸せなひとときも含めなんですけど、やっぱこう1名様でやってるからこそトーク力とか、なんか対応力、どっかの現場行っても、なんか爆上げしてる気がする。なんか、やっぱ、いろんな人たちとやると、メリットもたくさんあると思うんですけど、他の現場行った時に、こう、なんて言うんですか、お気遣い裏目裏目になることって結構ある気がしてて、コーナーで、あ、これ誰が行くかな、みたいな。大喜利とかね。これ、どう出るかなって、お見合いしちゃうけど、やっぱ、あっぱれ稲見で一人でやってるから、はい手あげがち。どうなのって感じだけど。でしゃばりに見えない程度に、やっぱじゃあここは行かせていただきますわって先陣切れる度胸もついたし、あとやっぱりこう、どうとでもなれって言って思い切って出てみるっていうその、何強さ、度胸の強さみたいなのもやっぱここですごい身についてるから、いや、6年、濃いね。と思いますよ。ほんといろんなおもろいコーナーも毎回新しく作ってくださってるし、いつも楽しくこうお話をね、私のお話をそばで聞いてくれてたりとか、あとそれはリスナーの皆さんももちろんですけど、皆さんがいなかったら6年やってこれなかったと思うと、感謝、感激、おめあられ。でございます。本当に皆さん、いつもいつもありがとうございます。中学1年生になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、そんな稲見さんはですね、ファーストライブを控えております。稲見杏樹がアーティストデビューを昨年させていただきまして、
そのアーティストデビューを経てのファーストライブという形を取らせていただきます。タイトル、キラーミラーギグという、ライブ、ファーストライブを開催します。各プレイガイドにてチケット一般発売中でございます。残りわずかな回とかも結構あるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくは、稲見アンジュ公式サイトよりご確認ください。ま、どのタイミングで、ソールドアウトとか各地でなってるかもわからないので、でも一応ね、ぜひぜひ、東京公演とかまだ、あると思いますので、よろしくお願いします。今回から初めての一般発売なので、結構ね、ドキドキしてます。初めましての人もいる。ただね、結構平日とかもあるんですよ。だからそこはちょっと本当申し訳ない。申し訳ないなと思いつつ、記念すべきファーストライブになりますので、ぜひ応援しに来てくれたら嬉しいなと、楽しみに来てくれたら嬉しいなと思っております。さあ、今ラジオをお聞きの方は X で、ハッシュタグカタカナであっぱれに数字で173でポストお願いします。あっぱれ稲見、1名様やってます。メールは173@mbs1179.com まで。皆さんからのお便りお待ちしております。いつも投稿ありがとうございます。今夜はお便りをご紹介していきますよということで、嬉しいね。6年経ってもこういう風に。ありがとうございます。ラジオネーム噛みつきバッタさん、ありがとうございます。稲見さんこんばんは。こんばんは。今年からあっぱれ稲見一名様を拝聴させてもらっているものです。ありがとう。稲見さんは長年活動されているようですが、長年やっていると初心を振り返り見ることはありますか？私は昔の写真を見て初心を思い出すようにしていますといただきました。ありがとうございます。初心ね。でも人と話してると思い出すかもしれないかな。なんかこう、それこそこの噛みつきバッタさんみたいに、今年から聞いてるよっていう人がいてくれて、そういう中で、こう、ファーストライブとかもね、あ、じゃあこの機会に行こうかなって稲見アンジュを初めて知るよっていう人とかもきっといると思うんですよね。で、常に、こう、お仕事をやっぱり役者やらせてもらってて、舞台から入ったよって人もいれば、こうゲームから入ったよって人もいたり、あとそれこそテレビアニメみたいなものとかコンテンツもので入ったよとかっていう人もいると思うんですよ。で、そういう人と出会うことで初心に気づかされたり、初心を忘れずにいられてるかなっていうところはありますね。なんかこの役者の仕事を始めてからずっとですけど、それこそ大きなね、作品やタイトルをやらせていただいてる中で、みんながみんな、そう、自分にね、自分自身に対して、みんながみんな応援してくれると思うなよって自分にしょっちゅう言ってたんですよ、昔。だから、これじゃダメだとか、このパフォーマンスじゃ振り向いてもらえないとか、これじゃその役に見えないだとかっていうのをすごい舞台上やステージ上で考えるんですよ。一人でレッスンしてる時とか、パフォーマンスを考えてる時って。だから、自分のやってることに絶対に満足しちゃいけないっていう意識が自分で染み付けてた、自分に。これで稲見はアンジュは満足するんですかとか、自分が自分に問いかける一人、もう一人がいるみたいな言い方で伝わるかな。なんかそういう人いるんじゃないかな、もしかしたら。同じ人が。なんか俯瞰で自分を見てる自分がいるって感じ。だからなんか初心を忘れるってことはないかなと思うし、一回傷つけられたことを一生忘れないのと一緒で、マジ一回の失敗を一生覚えとる。私は。うわっ！っていうのをもう一生覚えてる。うん。根深いよ、私。良くも悪くも根深いと思うわ。うん。っていうのはすっごいありますね。なので、初心を顧みるというよりは、初心がずーっと一緒に隣り合わせでいて、活動してるって感じの方が、まあ、ニュアンスとしては近いかなと思いますね。初めましての人が常にいてくれるからこそ、稲見アンジュってこういう人ですよっていうのが誤解なく伝わって、真摯に応援してくれたり、こう、
なんていうの、推し活みたいなのを楽しんでもらえるのがいいなって常に思ってます。まあ、そんな感じですかね。私的には。はい。皆さんもぜひね。まあ、初心に立ち返ってみてもいい日があるかもしれないですね。帰りすぎも良くないですけどね。さあ、続いて、ラジオネーム、ひらがなで月もぐらさん、ありがとう。稲見さん、こんばんは、こんばんは。私はドライバーの仕事をやっているのですが、毎日運転していると、縦列駐車が上手くなれたことで、休日のショッピングモールの駐車場に止めるのが綺麗に枠の中に止めることができるようになりました。稲見さんは声のお仕事で日常に役立ったことはありますかといただきました。ありがとうございます。なんだろう、日常でこの声のお仕事とかがってことだから、なんだろう、私はあるのかな。私逆はあるんですよ。なんかやっぱこの声だから、昔はマネージャーに打ち合わせでご飯とか行ったりとかするときに、仕事の合間でね、あんまり注文とかで喋んなくていいからって、喋んないでって言われてたから、あんま喋れなかったの外で。うん、それこそマネージャーといるときは。でも今とかはもうなんかタクシーとか乗るのが日常茶飯事だから、あ、はい、車寄せまで入ってもらってめっちゃ喋るんだけど、店員さんとかに、私コンビニでも何でも、普通に喋っちゃうの、あ、ありがとうございますとか、あ、お願いしますとか、もう結構これぐらいで喋っちゃうから、なんかね、それで気づかれたら気づかれたんだなと思うし、別にそこまでだろって思ってるから、あんま気にしないんだけど、逆に、例えばさ、秋葉原とかでさ、じゃあ私がね、アニメショップとかで自分のグッズとか買いに行ったとするじゃん。そういう時ってさ、あんまりこう、大きい声で、あ、ありがとうございますとか、あ、袋いいですとか言ったらさ、ん？ってなる人がもしかしたらいるかもしんないじゃん。5% ぐらいいるかもしんないじゃん。ってなった時に、あ、はい、大丈夫ですとかって言うと、で聞き返されんのよ。潜めすぎて聞き返されるっていう、逆役に立たないことはある。気にしすぎて。せんでいいのに、そんなこと。気にしなくていいのに、潜めすぎて、聞き取ってもらえなくて二度手間になって、結果、おっきい声出しちゃうみたいなことはあるから、無駄だなって思う。その気遣い自分の中で無駄だったなって思ったりすることはあんだけど、役立つことってあんのかな？どうなんだろうね。まあでも普段からこのテンション感なんで、注文とかはもうでも店員さんすぐ来るよ。すいませんって言うから、やっぱり。あ、すいませんお願いします。あ、次で大丈夫ですよとかって結構言っちゃうかな。ディズニーとかだと、写真撮りましょうかとか言っちゃうから。そういう時は、あ、舞台の仕事役立ってんだとは思うけどね。はい、続いて、ラジオネームひらがなでペンマルさん、ありがとう。ひなみさん、おこんです。おこん。僕は動物が好きで、よく YouTube でいろんな動物の映像を見るのですが、最近見たものの中で一番びっくりした動画があるのでお伝えします。アメリカのサファリパークで一頭の象が観光客の女性の帽子を鼻で奪って、それを食べてしまいます。帽子食うの？でも本当は食べたわけではなく、女性が象に帽子を返してとお願いすると、少し考えた素振りを見せ、口に含んだその帽子をちゃんと返してくれたのです。帽子を取るまでは一見いたずら好きな象さんでしたが、人の顔色を伺い最終的にはしっかり返してくれたことに、賢い生き物で知られている象ですが、彼らにもジョークやユーモアの概念があるんだなぁと大きく感心しました。稲見さんは好きな動物はいますでしょうか？あ、そこ着地。あ、着地そこ？うん、アゾウ好きだよ、別に。めちゃくちゃ。キリンも好き。なんか企画でサファリパークに行ったんですよ。去年かな？人生で初めて。その時に、ゾウとか、あとキリンさんに、こう、なんていうの？車からご飯あげれたんだけど、キリンはすごい！上の高いもん食べてんのに、口でよーってやったら、もう、あの首の距離をぐーんと通って、もう、迂回して迂回して、ぐーんつって取りに来てくれん。で、下ベロが投げ。そこだけ見誤ってた。うん。
口の距離は合ってんだけどね、舌長すぎて腕持ってかれるかと思ったもん。うおってなった。でもめっちゃ楽しかったんよね。あとライオンはやっぱ怖いんだと思った。なんか寝てても何大御所感あるよね。すっごい大御所。なんかライオンですけど何かっていうオーラがすごいから、わーとはなったね。ビビった。でも結局好きなのは割とワンちゃんとか、まあでも自分をモチーフにしてるキツネは好きですね。キツネ生で見たことないんだけどね。見てみたい。北海道とか行って見てみたいんだよな。ぜひまたおすすめの動画とかあったらメールで送ってきてください。イナミに質問感想やってほしいことありましたらぜひお送りください。メールアドレス 173@mbs1179.com 173@mbs1179.com まで。番組公式の X アップしています。リポストポストお願いします。それではハッシュタグあっぱれイナミとほなねんを待機して、お相手はあんちゃんことイナミアンジュでした。ほなねん。